ジョージ・デビッド・ライトは、アメリカ合衆国オクラホマ州オクラホマシティ出身の元プロ野球選手。宇藤良だ。1977年の MLB ドラフト4巡目で、テキサス・レンジャーズに指名され契約。1982年4月10日の対、クリーブランド・インディアンス戦で1番、中堅守として MLB デビューを果たし、3回表に、ディック・ウェイツから、 同点本塁打を放つなど4打数3アンダ3打点と活躍。1983年は全162試合に出場し、18本塁打を放つなど活躍する。1984年以降は成績が下降し、1986年6月18日にモントリオールエクスポズに移籍するが、ここでも不審から脱却できなかった。 1988年に南海ホークスに入団して来日。強権を生かした守備が持ち味に加えて、高打を披露し、7月3日には打率ランキングで1位になるが、その後左足を故障してからは、打撃不振に陥り、同年限りで解雇になった。帰国後は MLB への復帰昇格できず、メキシカンリーグ等でプレーしていたが、1993年に、 監督就任した根本睦夫の要望もあり、福岡大英ホークスに復帰。4番打者として起用されるも、1988年シーズン同様に、打撃では精裁を書き、またしても同年限りで解雇になった。しかし、同年は外野手として1試合10視察のパリーグ大記録を残した。登録名はライトだが、守備位置のライトとの曖昧さを回避するために、場内アナウンスは、 フルネームのジョージ・ライトとコールされた。気象が荒く、以下の乱闘騒ぎを起こしている。ありがとうございます。